山寺です。今ですね、港区に来ております。私のね、出身ですね、生まれ育った港区弁天町駅です。でこれからですね、今日はね、港区の、酒場をちょっと巡っていきたいと思います。まだですね、朝の10時前です。さてこんな時間から空いてる酒場があるのかどうかわからないですけど、行ってみたいと思います。弁天町の駅からですね、歩いて10分も歩いてない、5分ぐらいですかね、5分ぐらい歩いたところに南市岡11番街、これね、繁栄商店街っていうね、商店街があるんですよ。そのね、商店街の奥になんと酒場があるんですよ。こちらですね、商店街の中に今から入っていくんですけども、もうね、この辺もなんかシャッター通りになってるのか、まあ、たまたま今日は休みなのかちょっとわからないんやけどもね、昔はね、繁盛しとったんですよ、この辺りも。ということでね、ここのね、お店はですね、淡路屋さんですわ。立ち飲みの淡路屋さんね、今から行ってみたいと思います。なんかね、大瓶が440円とかね、いろいろ安いんですよね。ちょっとなんかにぎわってますわね。ということで行ってみたいと思います。ここはですね、黒霧島注文しました。これがね、440円でね、たっぷり200入ってるんですよ。200ね、ほんで水と、別々ね、氷グラスと別々あって、これは好きなだけね入れるんですけども、これってもうたっぷり、これいっぱいどころじゃないですよね。これちょっと入れますよ。うおね、これ多分ね、3杯4杯ぐらいいけるんちゃいますか。3、4杯いけると思いますよ。こんな感じでね、好きに割って飲むんですけども、これはね、なかなかお得ですよね。とりあえずいただきます。ここの氷は純氷らしいですよ。純氷、まあ、純氷っていうのはちょっと純氷ちゃんとした氷ですね。要はね、ちゃんとした氷です。あ、でこれで、ひっくるめて440円しか取ってないんです。安いですね。氷田さんの氷って結構高いですからね。氷代別にもらおうかなと思ってるんだけど、はい、いかない。あ、ほんでこのたっぷり量があって、これ3杯ぐらい飲めますよ、こんな。うん、そうですよね。これはお値打ちやわ。まあ、それはないかもしれませんけどね。ここにはですね、やっぱり酒屋さんならではのね、こうやってね、冷蔵ケースに飲み物がこう置いてあるんですね。うん、タイのですね、アラニですわ。280円ですかね。これアラといってもね、やっぱりこれボリュームありますよ。いただきますね。秋村さんから行ってはる。あ、そこの、そこの。めっちゃ美味しい。だって朝から空いてるの、あそこ。9時からね。朝も早くから空いてるな。一番中が早いってやな。8時。結構ね、このタイのアラニってね、身がね、豊富にあるんですよ。うん、だからね、どんどん食べてるんですけどね。美味しいね。うん、なんかね、甘くなくてね、辛くなくて、お酒のあてに合うような煮付けですわ。これね、なかなか減らないですよ。うん、なんでやばい、足りないの。これ今ね、2杯目ですわ。2杯目やけども、やっぱりね、これ200ミリ入ってるんで、結構ね、きますよ、パンチがありますわ。飲み応えあるからね。結局だからね、3杯飲めるんですね。3杯飲んで440円やったら、相当安いですね、これ、本当に。うん、うん、美味しい。これね、もう魚がほら、酒が進むわ、こんな美味しいの食べたら。うん、うまい。めっちゃ美味しい。
うまいな。もうね、朝のまだ10時半ですよ、10時30分ですけどね、結構ね、盛り上がってるというか、お店自体がね、盛り上がってますね。うん、ご飯でも美味しい。今ちょっと餃子頼みました。餃子を注文したんですけど、今日はもう全然ないからええよ。あれ、いやいや、あれをちょっと言うな。俺家でひっくるかやってみたら変わるとった美味しい。先々週まだこの胸痛いね。なんかもうほのぼのとしてね、いいですね。こういうの大好き。お客さん同士で和気あいあいとおしゃべりでして、はい、餃子が来ました。うまそうやね。これなんか肉餃子って書いてましたけどね、ちょっとなんていうの、柔らかいタイプの餃子ですわ。でもね、こういうのがいいね、ほんまに。ちょっといただきます。スーッと入れて胸押さえたから。皮はね、柔らかいんだけど、中のね、身がね、具がね、あん、めちゃめちゃ美味しい。すごいね、味付けがしっかりしてるんですよ。これ、うまいね。この餃子だったら、なんかこう、焼酎が進むくんですね、これが。うまい。私ね、ここのお店ね、実は2回目なんですよね。まあ、3回目かな、分からんけど、2回目来てます。1回ブログに書かせてもらってね、 YouTube 始める前にブログ書いてるんで、1回ね、ブログしか書いてないところ、今ね、ちょっと YouTube に投稿、 YouTube もアップしようと思って回ってるんですけどね、今日はね。美味しいね。支払い切ってください。で、ただ2件だったな。いただいて、よろしいですか。なんかね、ここは私、港区、ね、出身なんで、昔のね、昔話がね、すごい飛び交ってましてね、あ、懐かしい。お客さんと喋りながらね、こうだな。お姉ちゃん、お姉ちゃん、佐藤いいとこで、伊藤屋で、伊藤屋の、伊藤屋の、ああ、お前ね、やっぱりですね、たまには自分の出身のね、ところ地元でね、飲むのいいですね。ほんまになんかね、ほのぼのしますわ。特にこのお店、このお店自体がほのぼの、ほのぼのとしてね、いいと思うんですよ。なんかこうゆっくりとした時間が流れてて、なんかこうどういったらやっぱり安心感かもしれんね。でここのね、お店のあのおかみさんもまた面白いんですよ。お客さんも面白いし、朝から空いてるのがまた魅力的ですわ。なんで、ね、皆さんもしよかったらね、淡路屋さん来てみてください。本当にね、おすすめの立ち飲みですわ。港区って意外とね、実は立ち飲みが多いんですよ。ほんまに。いいわ。相変わらず面白いですね。楽しい方ですわ。そうですか。楽しい、楽しい。顔のしちゃってください。顔のしましょうか。乗せますよ。ダメダメ。なんで？スカウト来たら困るから。まず来ない。スカウト来るかもしれんよ。あかん。あかん。いやいやいや、それはもうケンタロウ君はもうほんまに。取られたら困るから。いや、ケンタロウはもういいね。振られた。捨てられたん、ケンタロウに。捨てた。捨てられた。テーマ。べっぴんさんやの、なんでやのそんなの。捨てられて。うさ。他に女がいっぱいで。あらららら。指さすな。ははそらそうやろ。あんなに言ってた。それはそうやろ。いや、ほんま楽しいですよ。マジで楽しいですよ、ほんまに。笑いがね、飛び交ってるのは酒場ですから、皆さんね。ほんまによかったら来てみてください。なんかね、またね、食べようかなと。まだなんか食べたいです。お漬物、これなんと自家製なんですよね。お姉さんがね、ちょっと使ってるけど大丈夫みたいな、僕は大丈夫なんですよ。もう自家製でね、ちょっと古漬けぐらいなんか、OK なんでね。まずこのキュウリね、いい感じにこのほら色がいい感じでしょ。結構使ってそうですよね。ちょっといただきますよ。この酸味たまらんの、これ。わこれ酸味のあるね、キュウリ。ちょっとね、古漬け、うまい。
いいですねこれ。いい、うん、次に大根。いやいや彼が嫌がる。そう、うん、いい感じに使ってますわ。うん、こういうね、ちょっと古漬けっていうのはね、なかなかね食べれませんからね。うん、うまい。うん、ですね、淡路屋さんで飲んできました。やっぱここは楽しいですね。やっぱりなんか地元なんでね、ほのぼのしますわ。でお客さんもみんないい人か、いい方ばっかりでね、もう楽しいお酒でしたということです。もしよろしければ山寺の YouTube のチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それといつもね山寺の YouTube を見ていただいている視聴者の方々、本当にありがとうございます。感謝です。お疲れ様でした。